ッキングしていくよ。いつもご視聴ありがとうございます。ミキです。本日は青森に明日から帰るのでパッキングしていくので動画を撮りたいと思います。明日朝一の飛行機で帰ります。ではパッキング、まずはお土産ね、横須賀元町のギフトセット、そしてこちら美味しいドーナツ。コストコにね、友達に連れてってもらって行ったんですけど、この間これ700円だ、安かった。20個入り。次もお土産、キャラメルガレット。こちら京都のね、お土産じゃない、京都のもので、ミッドタウンの中に入ってるお店で買ってきました。これお土産ね。で、これもお土産、サバチ。これね、私ね、むちゃくちゃ好きで、向こう帰って妹と食べながらやろうかなと思って。そしてこれ、これもコストコで買ったパンなんですけど、向こうで食べようかなと思って、これ2つ。どうした？そして渡す用の紙袋。でこちら生姜茶、季節の変わり目なのでお土産に。そしてこちらサイズを間違えて買ってしまったジップロック。お土産じゃないね、もはや使ってくださいのやつ。そして賞味期限間近の雷おこし。そしてこれもサイズ間違えて買えたジップロック。で下着、私はねあれなんです、イソップの袋に入れる派です。さえちゃん なんかあれだよね、お洋服の袋に入れる。ユニクロのヒートテック、大事、寒いからね、まだ。そしてワンピースで、ちょっと寒そうなんでライベのストール。そして無印、大好き人間なので無印のケースに、これね、あのお風呂にそのまま持っていけるので、エイジング化粧水、乳液、これも無印のね、これね、お白い。なんでこれ大事、私いつもあれなんです、大体ハードコンタクトなんですけど、どっか行くときはソフトなんですよね。2日分、完了そうなんです、私ね、実家帰るときね、大体こんな感じ、荷物大体8割お土産にしますこんな感じの荷物で明日帰りたいと思っております。始発で、電車乗って10時ぐらいに着くの。またね、様子をちょいちょい動画で撮りたいと思います。まずはパッキング動画でした。またね、行ってきましたね、行ってきまーす。